どうも、ナオチンです。聖剣伝説やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は絶対取り忘れないでほしいアビリティシードをやっていきたいと思います。結構取り忘れ注意のやつあるんですけども、ここも必ず取るようにしてください。場所ですけども、ロングレンです。ロングレンのカリナに話しかけてください。物語の終盤ぐらいになるとこのクエストを受けられるようになるかな。このクエストはまあ簡単ですね。フーラ山でアイテムを探すだけとなっております。では探しに行きましょう。集めるアイテムは5つですね。ブロッコリー、シープブロッコリーか、これを5つ集めてください。まあそんなに難しい場所にはないので、結構簡単に集めれるかと思います。さっきあったな、どっか見つけたぞ。あった。はい、2つ目、3つ、4つ、そして最後の5つ目です。むちゃくちゃ簡単ですね。そしてカリナに報告しましょう。そうするとシープブロッコリーの風虫を入手できます。そして最後に風の社へ行くとクリアとなっております。自分の信じたことをする。聖獣の力ゲットです。聖獣の力の能力ですけども、通常攻撃時 MP を 5% 消費して与えるダメージを 20% アップするという能力です。通常攻撃が強い武器、それとの相性がものすごくいいので、ぜひ入手してみてくださいね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。